3DCG アニメーション RWBY シリーズの最新作 RWBY ボリューム4、10月7日から2週間限定上映で、国見有江、塩谷翼、大塚昭代、大川徹が日本語吹き替え版の追加キャストを務めることが分かった。さらに、RWBY ボリューム4の公開に合わせて、国内初の RWBY ポップアップショップも期間限定でオープンする。 RWBY シリーズは北米の映像スタジオルースターティースが制作する WEB アニメ。主要スタッフは日本のアニメを愛好するメンバーによって構成されており、海外作品ながら日本のアニメの味わいも感じられる人気作である。2017年7月からはボリューム1から3を再編集したテレビアニメRWBY ボリューム13ザビギニングを放送している。最新作 RWBY ボリューム4の日本語吹き替え版は、ワルビーローズ役の早見沙織、ワイス主任役の日笠陽子、ブレイクベラドンナ役の島村優、ヤンシャオロン役の小清水亜美とおなじみのメンバーが続投。さらに追加キャストには、オスカー役として国見有江、ティリアン役に塩谷翼、ヘーゼル役に大塚昭代、ワッツ役に大川徹が起用された。 YouTube では劇場本予告の配信がスタートしており、全シリーズから 3DCG 制作ソフトを一新した美しい映像と、追加キャストを含む声優陣による熱演を堪能できる。また、9月22日から10月9日まで渋谷マルイ